こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日発売のユニクロとジルサンダーのコラボレーションラインであるプラス J ですね、こちらの商品をレビューをしてみたいなと思っていたんですが、実はですね、ここで皆さんに残念なお知らせなんですが、僕の完全なミスなんですけども、今日ですね、実際の店舗に行っていち早く買いたかったんですが、ちょっとですね、僕のスタートが遅かったんですね。結構ですね、思った以上に混んでいまして、整理券も配布されていたんですね。その中で朝一に入りたかったんですが、僕が入れる時間がですね3時だったんですね。ですので、もう行った時には結構商品が売り切れてしまったんですね。これはですね、僕としても非常に残念で、皆さんにもですねお詫びしなくちゃいけないなと思って今日の動画を撮影をしています。僕はですね、これまでユニクロ U だとか JW アンダーソンだとか様々なコラボレーションのレビューをしてきましたが、基本的にはですね混んではいるんですけども、そこまでですね劇的に混むことはなかったんですね。ですので今回も甘く見積もっていたんですが、全然違かったですね。それだけ注目の高いコレクションだったかなと思うんですね。というのも、このプラス J というのはジルサンダーというデザイナーの方が久しぶりにですねユニクロとタッグを組んだコラボレーションラインになってるんですね。以前のコラボレーションって結構前だったかなと思うんですが、その頃は確かにですね SNS はありましたが、今ほど白熱はしていませんでしたし、今僕が撮ってるような YouTube の中でもレビュー動画だとか、こういったものがおすすめですよという動画ってそこまでなかったと思うんですね。ですが、それから時を経て今はですね、情報が回るのが早くなって、一気に人が集まってるなという感じがしました。お店が混んでるのはもちろんのことなんですが、オンラインの方もですねほぼパンク状態、アクセスができない状態になっていたんですね。そんな中、僕はもうほとんど商品買える期待はしてなかったんですが、なんとかですね購入したのが2点の商品になるんですね。やっぱりああいう人がたくさんいる状態ではなかなか冷静な判断ができないので難しいなというふうに改めて感じました。やっぱりこういったコラボレーションラインというのは一部のですねファッションが大好きな人のためのものであって、まあファッションがそこまで得意じゃない方にとってはちょっと距離があってもいいのかなというふうに感じています。いろいろと僕の中でも感じるところはあったんですが、その中でもですねいろんなものを試着をしてきました。もちろんですね、すでに売り切れてるものもあるんですが、大体の商品は見れたかなというふうに思っています。まあその中での僕の感想なんですけども、まずはジャケットとかコートに関してもですね一応試着をしました。ジャケットに関してはやはりサイズ感が少し大きめでしたね。まあですので、オンラインで XS を購入するのであれば僕のような小柄の男性でもですね着やすいかなと思うんですが、ちょっとですね日常的にジャケットを着ることもあんまり多くはないので、今回は僕はパスをすることにしました。あとはですねチェスターコートなんかもありまして、実際に着てみたんですが、結構カチッとしたですね本格的なチェスターコートだったかなというふうに思っています。ここはですねやっぱり好みが分かれるところかなと思っていて、僕自身はチェスターコートを着るときにはもうちょっとラフに着たいなという感じがしたので、今回はですね購入はしませんでした。物自体は確かにいいと思うんですが、ここはまあ通常のユニクロのチェスターコートであっても僕はそこまで不満はないかなと思っていますし、あとは以前動画でもご紹介しましたグローバルワークのですねウーリーテックのビッグコートなんかでもですね十分満足できるかなと思うので、今回はチェスターコートは僕は見送りました。そしてダウンに関してはですね、結構一番欲しかったハイブリッドダウンオーバーサイズパーカー、これがですねやっぱり売り切れてましたね。ここが一番悔しかったんですけども、僕の欲しかった色はなかったんですが、ブラックのですね M サイズがあったので試着をしましたが、かなりですねたっぷりめのデザインだったかなというふうに思っています。これは実際のサイズを着てみないとわからないところではありますが、まあ結構ボリュームが出るので賛否が分かれるところかなというふうに思っています。ただこれは欲しかったな、正直欲しかったなと思ってます。またですね今後買えるような機会があったら実際に試着をして皆さんにですねご紹介をしてみたいなと思っています。まあニット系もですねほとんど売り切れていましたね。もうカーディガンだとかジップアップセーターだとかそういったものは残っていたんですが、そこは僕はあまりチェックをしてなかったので今回見送りました。僕はですねカシミヤブレンドクルーネックセーターを狙っていたんですが、これもなくてですね非常に残念な思いをしました。その中でもですね僕が買ったのは2点あるんですね。それがですねダブルフェイスオーバーサイズワークジャケット、これに関しては前々から欲しいなと思っていたんですが、色に関してもサイズに関しても僕が狙っていたものがあったので購入をしました。これは
ちょうどですね、また実際に着用しながらレビューをしたいなと思っています。そしてもう1点ですね、これは買うかどうか迷っていたところなんですが、シャツですね。結構どのシャツも出来が良くて今回は欲しいなと思っていたんですが、ただですね、プライベートでシャツを着ることって僕はあんまりなくて、まあ、仕事であったら綺麗めに見せたいのでシャツは着るんですけども、どういう場面で着ようかなと思っていたんですが、さすがに試着をしたら良かったので、僕はですね、スーピマコットンオーバーサイズシャツ、これはですね、ストライプのものを今回購入をしました。ちょっと変則的なストライプで着るまでイメージがつかめなかったんですが、非常にバランスが良かったのでこちらは購入をしました。結果的に僕が買ったのはこの2点だけなんですが、正直ですね、満足しています。この後ですね、僕が買った2点をですね、実際に皆さんにレビューをしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に着用をしてみました。まず1着目なんですが、こちらはですね、ダブルフェイスオーバーサイズワークジャケットというものになります。色に関してはダークグレーを選択しました。これはですね、正直今回の中で一番欲しかったものなので、これが買えて非常に良かったなと思っています。サイズに関しては S を選びました。見ていただくとですね、このようにサイズ感に関しては S なんですが、割とですね、緩めのサイズ感、今っぽいサイズ感になっているかなと思います。もうちょっと近くで見ていただくと、肩もですね、結構落ちているので、最初からゆったりと着るようなイメージで作られているのかなというふうに思っています。ワークジャケットということで、ちょっとですね、ポケットの作りなんかがアクセントになっていまして、こういったところにカジュアルさは感じるんですが、ただですね、全体の雰囲気としてはすごく上品な仕上がりになっているので、ワークジャケットのカジュアルな雰囲気というよりは割と綺麗な雰囲気に仕上がっているかなと思っています。時期的には今ですね、11月から12月ぐらいまではですね、こういったものをめちゃくちゃ活躍するのかなというふうに思っています。僕は今ニット上にこういったものを着てるんですが、もうちょっと寒くなったら内側にインナーダウンを着てもらえれば、非常にですね、長い季節使いやすいアイテムなのかなと思っています。今年はですね、このようなワークジャケットだとかシャツアウターみたいなものを僕はたくさん買ったんですが、その流れの中で言うとすごくですね、バランスが良くて満足度の高いアウターになっているかなと思います。そしてなんといってもですね、僕は色が気に入ったんですよね。ブラックですとかネイビーもあったんですけども、このダークグレーというのがまさに今っぽい色だなというふうに思いました。ダークグレーという表記なんですけども、よく見ていただくとですね、確かにダークグレーの雰囲気もあるんですが、少し深めのグリーンのようにも見えなくないかなと思います。このようなですね、曖昧な色使いというのがすごくセンスのいい雰囲気かなというふうに思っています。緩めのですね、今っぽいサイズ感というところも楽しめながら、適度にですね、きれいめな雰囲気も漂っているので、結構大人の男性にはですね、使いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。僕はこのアウターに関しては今のコーディネートで着ることがほとんどかなと思います。この内側にはですね、白の丸首のニットを着て少し明るさを足しながら、下に関してはですね、ブラックのスラックスだとか、あとはブラックジーンズなんかを合わせながらですね、すっきりとシャープな雰囲気で着こなしたいなというふうに思っています。程よくですね、トレンドを取り入れたい男性にはすごくおすすめなので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。続いて2点目に購入したものをご紹介したいなと思うんですが、今着ているのはですね、スーピマコットンオーバーサイズシャツというアイテムですね。これはですね、かなりインパクトの強いアイテムかなというふうに思っています。シャツはですね、様々なバリエーションがあったんですが、その中でもですね、特に気に入ったのがこちらの柄になっています。僕がいつも着用している S サイズが残っていたので、これも変えてすごく良かったなというふうに思っています。結構デザインに関しては見ていただいて分かる通り、かなり攻めたものになっているんですね。ストライプのシャツではあるんですが、ストライプの幅がですね、変わってくるんですね。こちらはですね、ブルーベースにホワイトの入った太めのストライプで、下に関してはブルーとホワイトが等間隔のストライプになっているんですね。それがここで切り替えになっていたりですとか、こちらのポケットと切り替えの下の方が同じ生地を使われているんですが、非常にですね、デザイン性の高いシャツになっているんですけども、かといってやりすぎていなくてですね、めちゃくちゃバランスのいいシャツだなというふうに思っています。でサイズ感に関しては僕は S を選んだんですが、ちょっとだけ緩めのサイズ感になっているかなと思います。着丈も結構長いんですけども、かといってですね、着れないほどのビッグシルエットではなくて、大人の男性にでも使いやすいような適度なゆとりなのかなというふうに思っています。ただですね、誰もが着れるようなものではないかなと思うんですね。ファッションが大好きで人との違いを出したい方だとか、お仕事柄少しクリエイティブに見せたい方であれば、こういったものを仕事に使うというのもありなのかなというふうに思っています。僕自身もですね、こちらのシャツというのはカジュアルの場面で
着るというよりはどちらかというと仕事で着たいなというふうに思っています。こちらのシャツをメインにしながらもこの上にシャツアウターなんかを羽織って少しですね着こなしのアクセントに使ってあげるのが非常にバランスがいいかなというふうに思っています。着方としてはいろいろあると思うんですがこういったシャツに関しては僕はですね第一ボタンまで締めてちょっとカチッとした雰囲気で着るのがバランスがいいかなというふうに思っています。これはですね使い勝手がめちゃくちゃいいシャツというわけではないんですけどもそれでもですねどうしても買っておきたいと思うようなすごくですねワクワク感のあるようなアイテムで僕自身買ってすごく満足しています。ちょっとファッションで攻めてみたいだとかいつもと違うものを選んでみたいなという方には非常におすすめのアイテムなのかなと思っています。そしてこのシャツなんですが先ほどご紹介したアウターを上に着るとすごくバランスが良かったのでこの後実際に羽織ってみたいなと思っています。はい、ストライプのシャツの上にですね先ほどのアウターを羽織っていました。どうでしょうか。これもですねなかなかバランスのいい着こなしなのかなというふうに思っています。まあ、こちらのアウターがですね濃い色でボトムスも濃い色なので少しですねアクセントを取り入れたいなと思うときに先ほどのような白ニットもいいですがこういったストライプのシャツを入れてあげるとだいぶですねアクセント要素が加わりやすいのかなというふうに思っています。今回はこの2つしか買えなかったんですけどこの2つだけでもですね結構様々な着こなしが実現できるかなと思っていますしまさにですねこの着こなし自体が今回の僕のベストなのかなというふうに思っています。前を締めてあげてもいいかなと思いますしもうちょっとですねストライプ柄を見せたい場合は開けてあげるのもバランスがいいかなというふうに思っています。ストライプのシャツも単体で見ると結構派手かなと思うんですがあくまで着こなしの一部として上にアウターを羽織ってしまうとこのストライプの見える分量が減るのでそれだけでもですねだいぶ使いやすいかなと思うのでぜひ頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では本日発売となりましたプラス J のアイテムをですね解説してみました。まあ正直ですね出遅れてしまったというのがあって後悔するところも多いんですがその中でもですね最低限2つ気に入ったものを購入ができて満足はしています。実際に今着てみるとですねやっぱり完成度が高いなというふうに思うので買えなかったアイテムがあるのは残念ではあるんですがまた今後ですね入荷するタイミングで実際に買って皆さんにもレビューができればなというふうに感じています。ただですねここまで人気が白熱してしまうと一般的にはですねなかなか手が出しにくいのかなと思っています。ですのでこの動画を見ていただいた方も急いで買うというよりはですね少し熱が冷めるのを待ってから改めてお店に行ったりだとかオンラインの商品を見てもらった方が僕はいいのかなと思っています。そして僕自身も今後はですね発売当日に買ってレビューというのはちょっと一段落をしまして少しほとぼりが冷めた段階でレビューというものをしていきたいなと思っていますので皆さんお楽しみいただければなというふうに思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。